この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちはでござりまする。ベルクラドノでござりまするよ。そんなわけで今回やっていきますのは、混沌とした技を組まされる、このお祭り、が開催されておるでござりまする。混沌とした乱子数といいますかの、この宇宙はやはり規則性は一切ない、完全な、乱れた状態、まさに混沌。そんなわけで、この混沌とした江戸城に拙者一江戸のね王子として設定がおかしいでござるな。殿はいつだって一人、殿としての民の力になりたい。そういうわけでね、拙者舞い降りた次第でござりまする。いや、これ始まってみないと柳生新陰流から伝授された技、この4つ分かりませぬからの、完全にまっさらな状態が始まったでござる。さあ、一体拙者何の技を持ってるんでござりましょうか。見てみよう、まずは。おっと、おとり。そう。そして、この江戸城にバッコする殺人鬼。全身張り男。でござるな。あれなんだろう、なんとかの獲物、なんだっけの、この、シャレ神戸の、変なものを探知するものでござる。そして身軽、足跡がすぐ消える。下のやつは多分みなぎる活力というもんだった気がするの。拙者元から活力がみなぎっているよ。来てるでござるが大丈夫でござろう。よしよし、まずは1台でござります。この始まってみなきゃわからない。おっと、爆知識、賭博士、何かやったでござるな。やってみなきゃわからん、このあ、元気いいの、あの賭博士。向こうで倒れておる。くの石の方が反応しておる。ここにシャレ神戸が立っておるの。どこじゃ、いた。まあ別にいらんのだけども、まあ拙者とりあえず皆の者のため、あ、これはあの箱、呪われたあの箱のパズ、解かなければならんのでございまするよ。この箱を解くためには事前に向かわなきゃいかんのだけども、どうやらおかしいでござるな。発動してからじゃないとこの箱が見えないの。痛い、あれ、負傷状態、これまずいでござるね。やつね、とんでもない奥義を持ってきてる。奥義来てる。どこでござる。お、これ遠い取るとき鎖が飛ばなくなっておるの。まずい、これはやばいでござるな。民が続々と倒れる。まずいでござる。耐久に入ったでござるか。あの全身、まずい、負傷状態、全身張り男、もしやその辺にいるでござるな。拙者ちょっと見られたでござるぞ。どうしたもんでござりまするか。拙者がこっちに来てくれんかの。いや、あれは完全に一人が落ちるまであそこにいる作戦でございましょう。全身張り男、なかなか狡猾な男よ。拙者いじらしていただくでございますよ。しかもの、この喜びの鎖、
始まるまで、あの箱の位置がわからぬ。どうしたもんかの。しかも、今のところ拙者の柳生新垣流の技一切役に立っておらんでござるな。これどうしたもんかの。一人処刑されておった。江戸城でまた死人を出してしまうだ。一人も死人は出さんという決意で、全然まずいの。始まっておる死の鬼ごっこが行くでござるぞ。そこに倒れている民よ、まずい、気づかれたでござる。これは救出に行くと見せかけこうでござる。しもうた、あやつ議会人間になってしもうた。あの賭博士ちょいやばい。しかし拙者の強み見せてやるでござる。さあいざ尋常に勝負。いいでござろう、とことん付き合う。うーん、危ねえでござりまする。まだまだもう一周。おう、遅っかな。倒す、超えぬ、超える、超えるでござるそういうことでござる。任せるでござる。その間に機械人間が回復しておるでござるな。さて拙者支援されておる。どうしたもんかな。ここの板で運動会すると見せかけ、鬼ごっこすると見せかけ、こちらでござる。よしよし。お、機械人間、機械人間賭博士。お、もしやこれ、あれ、機械人間賭博士、これ独学者持っとるのの。ちょいちょい減っとったぞ。まずいぞ、一人でチェイスし、なんでござる。これを解きたい。どうするでござろうか。今解くと飛んでくる世界の謎を解く。今でござる。頼むぞ機械人間。機械人間ってなんでござるかよし、キテレツ祭様が作ったようなネタが古いの、このまま救出でござる。ちょっと待てよ。ほい、これは帰ってくるでござるぞ、きっと。拙者今回なんかどれか役立つ技使いたいでござるな。これもしや一個も役に立たん恐れがあるでござる。あ、これ救出できますでござるよ。お、機械人間が恵みを作ったでござる。さて拙者が救いに行こう。ゆっくりゆっくり帰ってくるかもしれない。あそこいるでござる。よし、今です。急な丁寧語でござるな。いけい。拙者が奴の注意を引こうじゃないだろうか。ぐーっと来ないでござる。参ったでござるな。機械人間右往左往してるでござるな。さて どうしたものかこれ。結構絶望的でござるぞこれ。これ拙者ひらめいた。拙者非常口で脱出するでござる。なんと、お、機械人間のところへ飛んだでござるな。拙者地下生活始めるでござるか。鍵をこい。もうはっきり言っての、人間の感情を持たぬ機械人間など救う必要ないのでござるよ。ここはもう何の感情も動かぬでござるぞ。さて、お、ちょっと待て、これもしや拙者ロッカー、うん、何を言っとるでござる。このこの押し入れに入ったら
あの黄色い発電機がおとりの技によってドガンと音が鳴り、居場所が殺人鬼に通知されるでござる。ということはでござるぞ。逃げれてるでござるな。これはどうしても拙者をやりたいと、あの全身張り男が動いてるでござるな。拙者はここで死ぬか。そして地下にもし調べに来たところを拙者ロック押し入れに入るでござる。その押し入れに入ってしまえばの、その隣の黄色い発電機、あれじゃあれがドカンとなって全身張り来た行くか。全身張り男はあっちかと急いで戻るはずなんてござるよね。そして見逃しに見逃しまくったあの賭博士、機械人間ゆえ離れれば離れるほど、なに危ない、箱持ってたか、危ない危ない。発電機を修理するし、なんならですぞ、これ出血死を待つやつには何の感情もない。拙者何も後ろめたいことなく、あ、いや、来るでござるか。いやいや、入るでござるか。まだ入るときはまだ遅いでござる。この地下をうろ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 歩いとけばカラスも鳴かんでござるからね。そしてでござるぞ、出血死したら飛び出して非常口を探すという大作戦でござる。さあもうすぐ死ぬでござるぞ。心潔く死ねい機械人間よ。さあそろそろでござるか、そろそろでござるか。さあ行くでござるか。いやちょっと待つでござる。さっき起きたの殺人鬼に落とされて見逃されたわけじゃないでござるね。あの青色に光ってるシャレコベ、もしや指数関数でござるか。自分で起きた、やばい、いよいよ来るでござるか、いよいよ来るでござるか。あの階段を下まで降りたらへん、そこがこのタンスを上げた時の音が聞こえないぐらいの場所じゃないかと思ってるでござる。そこで入ればよしよし、完璧な作戦でござるぞ。これはかつてないほどこの見てる人たち同じ地下室をずっと見る羽目になるでござる。いやしかしこれ劣気とした作戦、兵法でござりまするからの、劣気とした兵法でござる。これ必ず生き延びるという男の死と隣り合わせの意地の戦いでござりまするからの。いずれどこにもいないと察して、さあ半分過ぎる。お機械人間一応もがくでござるか。それで死が早まった、好都合よ。やばい、どこにもいないと踏んで最後地下室に来る可能性もあるでござるからの。おとりをどこで使うかが、そーっと、いやおとりをこんなにも拙者最終奥義として使う羽目になるとは、一かもしれぬ。さあ死ぬぞ、死ぬ頃合いで上に行くでござるからの。さあ行くでござるぞ、さあ行くでござるぞ。これはもうここで、さあ音鳴ったでござるぞ。向こうに行くはず、向こうに行くはずでござる。よし、ほらそういうことじゃからの、うん、よし。いやちょっと待ってくれござる、完璧すぎるこの作戦、この兵法、おとりからの非常口、そういうことじゃ。そういうわけでの、
無事脱出できたでございまする。やつはとんでもない武器を持っておったが、技を持ってなかったでござるの。それでは、皆さんの良き遊び生活を祈っているでござりまする。ベルクラ殿でございました。お疲れ様でござる。そういうことだ。